充電しようか、確認します。よし、多分できてます。ごめんね、サマーはあれないんよ、カラオケ。で、しかもこの前のカラオケ配信でも次の日が名古屋だったからなんか歌えなかった。うん、ネタバレになるわ。そうそうそう、うん、まあでもね、そんなね、なんだろう、まあ気にせんと思ったら気にせんけどね。うん、そうなのよ。なんかそれもカラオケ配信中にいろいろそのコメントも来てて、なんかうんってなってた。そうなのよ、そうなんですよ。なんかちょっとそう、公演曲とか歌ったら、あ、明日しないんだみたいな。うん、そうだよね、そう、みんな気がつかない。そうだね、そうだねっていうか、うん、まあそうだよね、そう考える方はすごい少ないと思うけど、そうそう、ありがとう。ありがとう、全部かわいい、ありがとう。何も考えない。アイドル枠とカラオケ枠、あ、カラオケ枠に入ってる。さっきまでカラオケしてたの、それが入ってたのかな。私の使ってるシャンプーにさやかさんの写真掲載されてましたよ、トニックです。お、ありがとうございます。そうなんです、そうなんです、ありがとうございます、ありがとう。スカツですね、スカツ。スカッとスカッと、若返った、若返った。パリオエメラルドいいですね、何回でも踊りたくなります。今充電中です。そう、あんまり大きな声で歌ったら隣の、そうだね、ちょっと響くんで、そんなに大きい声で歌いません。あ、そうなんだ、小さい声歌うの結構難しい。
の終わりって感じ。もう夏の終わりや。うん、夏は終わる。寂しい。夏の終わりって寂しいよね。何なんだろうね。予約したよ、ありがとうございます。写真集予約受付中です。ファースト写真集11月15日発売です。そうなんですよね。なんか夕方とか涼しくなったらすごいなんか寂しさを感じるし、なんだろうね、日が落ちるのも早くなってきたら、あ、もう夏終わるんだって思う。最近なんか早くない？まだまだ暑いけどさ、もう終わってるんだなって思った。だよね。それな。日暮らし泣いてたんだ。日暮らし泣いたらもう終わりって感じするね。でも夏の始まりにも泣いてた。え、そう、ムシムシしなくなったよね。わかる。なんか今日ムシムシしてなくて、なんかこれそう思ったよ。これは夏が終わってる、終わりに向かっているのか、それとも梅雨の時期が終わったのかみたいな。なんかさ、梅雨って、いや梅雨とっくに終わったけど、なんかずっとムシムシしてなかった？なんかこの夏はすごい花火か。そう、なんかすごいさ、ずっとムシムシしててさ、夏ってこんな感じだったっけって思って、え、夏って、なんか夏って暑いけど結構カラッとしてるイメージがあったんよね。カラッと、でも今日やっとカラッとしたような気がするよ。そう、そうでもないかな、私の間違いか。私の間違いかな。また間違えたかもしれない。なるほど。面白かったけど、ありがとう皆さん、たくさんありがとうございます。そうですね。あ、優しい、優しすぎてありがとうございます。優しい。いや、ちょっと優しいなと思って。
2個。新規です、新規です。写真集は私会ある、私会11月にあるけど、なんかどうなんだろうね。なんかさ、なんか先輩とかに聞いてみたら、なんだろうね、先着だったりとか抽選だったりとかしたって聞いて、あ、そうなんだってなって。私全然さ、誰でも来れるって思ってたからさ、どうなんだろう。先輩に聞いたら、だけまた詳しく決まったらさ、すぐ言います。うん、なんか絞りたくないよね。うん、そうなのよ。え、でもどうなんだろうね。でもなんだろう、うん、その来てくれる方の人数によってもなんかさ、多分変わるじゃん。だからどうなんだろうねっていう。うん、お、ありがとうございます。ぜひぜひ、でも来てくれたら嬉しいです。うん、そうなのよね。広島と東京で分けて開催。あ、そうだよ、多分。うん、それはそうですね。あと、そう、1日ではないので、でもさ、あれよね、11月にって言っとるけど、発売日の、発売の後だからさ、って感じよね。追加イベントもね、まだイベントもしてないけど、追加イベントしたいよね。まだイベントもしてないんですけど、もう追加イベントしたいです。来たいと思ってくれる方、みんな来てもらいたいしな。追加決定。ね、でもそれはずっと言っとるけどね。なんかそのまだなんだろう、写真集のスタッフさんとまだ会ってお話ししてないんだよね。会った時にね、もういろいろ言おうと思ってるんですけど。直接まだそうお会いしてないし、そうマネージャーさん通じてね、なんかいろいろ話してるみたいだけどね。そうです、そうです。多分なんだろうな、多分いろいろね、多分そう直接会って話す機会はあると思うから、そうだね。うん、確かにいいね。うんうん、よろしくお伝えしておきます。撮影の時は、うん、いらっしゃいました、ありがとう。私が会以外のイベント、え、わかんない、どうでしょうか。うん、ですね。え、ね、なんか皆さんもなんかこういうのいいなってなったらね、
教えてください。うん、来て来て。そうなんだよね。そうだね。ちょっと何個かね、そう、聞きたいことはね、用意しております。そういえば公式のアカウント で、またオフショットがね、いつからか出るかもしれないですね。あと2ヶ月あるけど、発売日まで。私は何も知らん。私はいつとかわからん。すいません、全然知らないちゃった。そう、絶対あれよ、私よりもファンの方の方が早いけん知っとるの。オフショット、オフショットたくさんあります。どこに載せようかな。どこに載せようかな。どうでしょうね。うん、そうだね、メールに一番載せそうだけどね。メールに一番載せるんじゃないかな。でもファンクラブにも載せますよ。どうかな。 SNS には、予定はないですね。載せる予定はないです。まあでもなんかすごい、なんだろう、気分によっては、そう、なんかこの写真集こんな感じですみたいな雰囲気が分かるようなやつは載せたいんですけどね。
でも完璧なそうオフショットみたいなのはメールかファンクラブでしか載せんかなって。ちょっと特別な感じにしたいんです私めつくちゃん写真集を本当に見てくれる方しかわからない世界にしたいんですよ。なんかでもそうだね、もしかしたら知らない間に知らない間にいろんなとこに載ってるかもしれないもうあの私のことを紹介してくださるね。そう、方がはいらっしゃると思います。公式さんがね、そうそうそう、どうでしょうかね。もしかしたらいろんなとこでまた写真集とは別の何かがあるかもしれないですしね。もしれんし、そこでもうなんか多分あれやね、写真集を見たくなるようなものが あるんじゃないか。皆さん皆さんちょっと楽しそう、面白いですね。楽しそうで面白いです。ちょっとね、皆さんちょっと寝ましょうね。ちゃんと今日もしっかりと楽しみ、楽しみがちょっと先行しないように。まあ、楽しみは先行してほしいけど、ちょっと眠れない、眠れるようにね。ははは。そうだよ。おもろい。面白いな、ほんと。みんな、いいね。みんないいね。いい反応だね。本当よ。いいです。いいと思います。とても。ね。いやでもゆっくり寝てほしいけど、楽しみすぎて寝れんって思いながら3分後に寝てほしい。
意外と意外とよ、意外となんかさ楽しみすぎて寝れんどうしようと思った、なんかちょっと3分後にはさなんかちょっと他のこと考えて寝れることないそんなことないかな、意外とあれみたいなそう意外となんかないかなそんなこと。でもねいっぱい、そうご飯いっぱい食べたら寝れるよそう意外なんかそうそうご飯なんかね最近思う、やっぱいっぱい食べたらあのね寝れる。ありがとね。あ、それ食べ過ぎたら寝れんよバランスが大事。最近そうなんよ、あのねなんか最近眠いなと思ったけど、そ眠いって思った日ってなんかラーメンをいっぱい食べててお腹いっぱいやったよ。お腹いっぱいになったらなんか眠くなる。そうなんよ、ラーメンすごいな。ラーメンってすごいな。そうだよ。でもラーメンってなんか、でもなんか麺ってなんかなんだろう、なんか結構お腹になんだろう残るっていうね。うん。でもね、特にそんなことないんだよね。だって私何回食べたんだろう家系ラーメンを。本当に3杯ぐらいは飲んだんですけど、飲んだ食べたんですけど食べたんですけど全然なんか次の日にはもう食べたくなったし、こんな感じと思って、なんだろう家系ラーメンがやっぱりちょっと違うのかなどうなんでしょうか。ね、やっぱり野菜が多いのかな。になるんか、塩分ね。夏にいいよね。だからいつの間にか塩分を取ってるからさ、喉めっちゃ乾く。私普段そんなに水飲まんのに、家系ラーメン食べてる時めっちゃ水飲んでる。いいな横浜、いいな家系、今家系ラーメンにすごいハマってるからさ、今すごいハマり時期。千葉のハヤトさん、ありがとう。熊花火、ドドーン。
一番のハヤトさん、今日のサプライズに言葉が出ない括弧全く予想してなかったイエーイイエーイ、そうでしょう。サプライズ好き、サプライズ好きこと高尾沙耶香です。8番のハヤトさん、知らんかった。花火くまやん、イベント、いえ全然これは、うん、サプライズです。夏の終わりです。イベントって思わせるほどの思わせるほど私がもうちょっといつもあんまりしてないから、じゃーん、8番のハヤトさんありがとうございます。イエーイ、そうだね、かわいい、まあそうだね、毎日、そうだね、まあ言い方を変えれば毎日イベント、毎日部屋着イベント、お風呂上がりイベント、メイクしてないイベント、ライブ後イベントみたいな、でもそうだ、なかなか見れないよね、アイドルのアイドルのメイクしてない姿、そうだね、配信、そうだよね、そう考えた、寝る前の配信とかね、そうだよ、昔は見れなかったそっか、
そうだよね。いえいえ、いつもありがとうございます、配信見てくれて。最近ビジ置き、こんばんは。さやは最高、よかった。そうだよね、会えるイベントってすごいよね。今の時代でも、今の時代でも、でも会えるのが難しいアイドルもね、おるよね。私には会えますよ私には会えますよ。ライブとかイベントとか、あと新しいシングルが出たらそのイベントとか会えますよ。今釣られました、今。そうなんです。お、ありがとう、お話もできます。ね、100回くらい釣られましたそうですよ。初参加、おお、気をつけて。うん、お待ちしてます。ねえ。イエーイ。ね、嬉しいよ、私はファンの方にとコミュニケーションが取れて会えるし。話せるし、高尾さんって呼んでもいいですよ。本当だ、12,000人、ありがとうございます。高尾さやかです。やったやったね。今年はどうなるか。イエーイ。うん、そうだよでも今浴衣着てるけどね、結構うまく着れなかったからさ、
ちょっと難しかった。そうなんです、立ったら大変です大変です、とても大変です。そう、ここで見えるとこだけちゃんとしてるちゃんとしてるように見える。綺麗に切ってる、よかった。ちゃんと紐とかはね結んでるのよちゃんと紐っていうか帯もちゃんとしてるけど、うん、ちょっとねそこら辺が、うん、ちょっとね、そう今日はピンクにした。しかも紐もなかったから、なんかなんかのワンピースの紐を使ってる結構急いだんですよ。あの紐、あれじゃないよ、本当に紐じゃないよ、あれじゃないよあの紐じゃない、あのそう糸じゃない糸じゃなくて紐です。糸じゃない。それはわかるか。そう、紐ね家にないのよ。よくよく考えたら、そうよく考えたらなくて、これどうしようと思ったらちょうど目に入ってきたんや、ワンピースの紐がこれちょうどいいねってなったんですけど、ちょっと難しかった。なんか浴衣ってちゃんとなんかこうなん、あれなんて言うんだろうな、留め具が必要なんですよね。それがないとねちょっとね結構難しい、うん、そうそう、ピンみたいなやつがないと、うん、紐だけじゃ無理だねそうそうそう、よかった家で外とかだったらさもうやばかったよ、泣いちゃうとこだった。うん、すごいね着付けできる。留め具はそう、いつもはねそうだね、帯はピンクだね。浴衣一番可愛いと思う。おー、一番ですか。夏しか見えない。これそう1年前着てたやつかな。でもいろいろあるよ、浴衣か衣装か私服浴衣か衣装か私服か、お話し会で着たら、来てるの見たら嬉しいのは
どれも1位。破壊力すごい。でもそうだよね、可愛いもんね。セーラー服セーラー服は選択しなかったけども、なるほどね。うん、帯。秋の服はたくさん買った。そう、たくさん買った。なんか最近注文したやつがもう来て、早ってなった。めっちゃ可愛いのが来た。幸せ。でもね、迷ってるのまだあるんだよね。てかさ、秋服ってさ、とんでもないね。もう私秋服予約したんだけどさ、なんか第2弾もあるようでさ。第2弾、いやでも嬉しい、嬉しいけど第2弾もあったんだみたいな第2弾もある前提じゃなかったからさ、とんでもないなと。そうなの。だからよし、1週間後楽しみだってなってる1週間後になんか出るん。確かにそうだね、いろんなイベントがあると思うから、それ用にね、みんなに可愛いって思ってもらえるように買っとかな買っとかな、ね、ありがとうございます。そうなの。うん、確かに確かに、写真集できた衣装でイベント参加。ちょっと違うかもちょっと違うかもな。いや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 、ちょっと違うかも。結構あのね、寒い、あのね、冬だからイベント、うん、寒いね、ちょっとうん、そうそう、ちょっとあのニットとか着たいな、ニットとか。甘えるじゃん、どういうこと、甘えるじゃん、どういうこと、甘えどういうこと。かわいいニットよ、かわいいよね。暖房持ってくって
暖房って持ってこれるもんなの。正解弁当夏に夏に1年後1年後もうずっとイベント、いやそれもでもすごいね、結構長期的な長期的で半年ぐらいずっとイベント。BLT ね、 BLT さんいつだろうね。えでも次の解禁はいつなんだろうな。そこよね、お祭りの帰りですか。そうですね、今花火大会がね、花火大会2023がありましたあそうだよね、愛子とアンナがもう発売中なのか、予約中か。でも愛子と一緒にの撮影の時だったね。私も楽しみにしてる。ね、楽しみ。愛子さん31って言ってた。おお、ああもう。じゃあ次かもしれないし。なんか私何回もね、あのね聞いてるんだけどね、誰も知らないって言うんだよねうーん、そうなんだ。そうだ、誰も知らない愛子の場、うん、もう予約できる。知っとるかな、知っとるけど、もしかしたら私に知らないって言っただけかもしれない かもしれん。サプライズかな、そんなサプライズそんなサプライズをメンバーにもでも後々ね、なんかいろいろそういう理由があったんだなみたいなのがあったりするので、ちゃんとした風になってますからね後々。そう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 、じゃあそろそろ終わろっと。ありがとうございますね、なんかあるのかなって思ってる。ありがとうございましたね。もう今年は終わり、浴衣系なもう終わりだと思う多分多分ね、ありがとうございます。あ、変わった、ちょうど
タテ様、橘隼人さん、ふようさん、つりけんさん、ミッドナイトシガーさん、いわちゃん、せいやんさん、まいせんさん、こっぺさん、キャピさん、オーサムさん、きちねさん、フジポンさん、さとけんさん、F 渋谷さん、神戸のマーチさん、炭酸せんべいさん、みつるんさん、ロックオンさん、にのまるさん、ハムちゃん、じんたさん、としささん、いぬちゃん、ソウルメイトさん、ビーツさん、みかんやさん、メガバイトちゃん、みずきさん、モテキさん、ラクラクさん、ケリーさん、ケンタロウちゃん、トキワさん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。スクショタイム。おやすみ。です。ありがとうございました。じゃあ自撮りしようと思います。この後は自撮りしようと思います。バーイ。ありがとうございました。バイバーイ。イエーイ。